丈夫ですか？何か僕たちにできることは？ん？バーブー、バーブー。すすむちゃんは本当に甘えん坊さんなんだから。はいはい、おっぱいあげまちよ。は？え？てめえら粉ミルクを持ってた。悪い、邪魔したな。帰るぞ。お邪魔しました。またんかい悪い。わしのパラダイスに土足で踏み込んでくるとは、度胸やないけ。この高尚な趣味に水を差すやつは許しておけ。おう、お前らあいついてもうたれ。ヒッ、すぐ倒れんじゃねえぞ。しねえぜ。よし、行くぞ。やめんな。とっておきだ。ほら来いよ。どうするかね。やつ、俺の番ね。俺の番だな。大丈夫かね。か、やるやないけ。勝手に入ってしまったことは謝ります。でも勘違いしたのには事情がありまして。事情やと？はい、実は。なるほど、わしらの鳴き声をほんまの赤ん坊と勘違いしたんか。はい、お楽しみ中のところ本当に申し訳なく。そうとは知らずすまんかった。え？最近は赤ん坊が泣いたくらいで嫌な顔する連中も多いっちゅうのに、見ず知らずの赤ん坊のために。あんたら名は何ちゅうんじゃ？春日一番だ。大島雅人です。そうか、いい名前じゃ。わしはゴンダワラ進むっちゅうもんや。ミルクの件じゃうちの若いのがすまんかったな。おう、この方たちにわびミルク買ってこんかい。もうミルクのことはいいですから気にしないでください。でも粉ミルク買いに家を出ただけなのに随分と時間が経っちゃったな。また妻に怒られるかも。なんや、少し遅れるくらいええやろ。嫁さん、そんな怖いんか？いや、最近ちょっとギクシャクしてて、子供のために仕事を精一杯頑張ってるんですが、妻は僕に文句ばかりで。マサトちゃん、あなた育児の大変さ理解できてる？少しでも奥さんを手伝ってあげた？え？抱っこ一つ取っても首が座るまでは首を支えてあげたり、些細なことでも注意することがいっぱいあるの。赤ちゃんは弱いし繊細、危険がいっぱいなの。だから奥さんは常に気を張ってるのよ。うん、せやな、さやちゃんの言う通りや。わしらのような赤ん坊はミルク飲むときゲップせなあかんから、トントンしてもらったりとかいろいろあるんや。確かにそう言われてみるといつもそんなことしてたような。それに夜泣きで起こされてもなんで泣いてるのかもどうしたら泣き止むのかも全然わからないのよ。
わしらは泣くのが仕事やからな。夜中野郎が3時間おきに泣き出したるわ。そっか。じゃあ僕が徹夜で働いてた時、あいつは寝てていいななんて思ってたけど。奥さんは赤ちゃんが生まれてからぐっすり寝たことなんてないんじゃないかしら。寝られたとしてもいつ起こされるかわからねえんだもんな。そりゃ疲れも取れねえし辛いだろうな。マサトちゃん、一度奥さんとゆっくり話してみて。きっと二人とも大変なのに、そのことをお互いがちゃんと分かっていないからギクシャクしちゃうのよ。そうですね。僕いつも心のどこかで自分の方が辛いのにって思っていました。だけど妻の気持ちになって考えたことはなかった。帰ったら妻としっかり話し合おうと思います。育児だってちゃんと覚えないと。だって僕はお父さんなんですからね。さっきよりええ面になったやないか。でも無理はしちゃダメよ。ちゃんと支え合ってこその家族なんだから。おれ、さっさと嫁さんのとこ行ってバシッと決めてこいや。あんたは赤子のわしのお墨付きなんやから大丈夫や。ありがとうございます。それじゃあ行ってきます。うまくいくといいわね。ま、大丈夫だろう。せやな。お、親父、遅くなりましたがミルク買ってきやした。おう、ほな、あいつが一人前の父親になった記念にいっぱい行くとするかの。おう、あんたもどうや。え、俺もか。せや、遠慮はいらんで。それじゃあ一ついただくとしますかね。おうや。これこれ、この味や。どうや、なかなかいけるやろ。おお、なかなかうめえじゃねえか。せやろせやろ。おい、おにょび、もう2本追加や。人肌でな。ほんじゃ、2本目はお互い清掃でいただくとしようやないけ。え？お前ら、この兄ちゃんにおむつの用意じゃ。おい、待て。俺は別にそこまでするつもりは。てめえ、何しやがった。離せ。おい、こら、いい加減にしねえと。